はい。まあ、ちょっとまだ本会議始まってないんですけど、まあ、予算が成立したという前提で行われております。まあ、来年度は、予算が、まあ、成立したということで、まずこのことについてどういうふうに受け止めいたしますか。国民の暮らしと日本経済に大きな災いをもたらす予算だと言わなければなりません。特にこの経済情勢の下で、8兆円もの消費税の大増税をかぶせ、社会保障の切り捨てと合わせますと10兆円もの負担増をかぶせる、こういうことになりましたら、暮らしを壊すだけでなく経済を壊し、財政も壊すことになると。ですから、まさにですね、経済の大失勢の引き金を引く予算になっていると。私たちは消費税の問題についてはですね、最後まで8% への引き上げに反対して戦い抜きます。それからもちろん 10% への引き上げに反対だということを主張してですね、大いに戦いを起こしていきたいと思っておりますし、財源という点ではね、大の負担に基づく税制改革、あるいは軍事費や巨大開発にですね、浪費を一掃するということによって賄うべきだというふうに対案も示してですね、増税反対の、論人と運動を大いに起こしていきたいと思っております。まあ、国民には大増税と社会保障の切り捨て、そして一方でですね、大企業に対する減税と、まあ、軍拡、巨大開発ということがですね、この予算の特徴ですから、庶民から吸い上げて大企業と軍拡にお金を注ぐという、本当に予算としては逆立ちしたね、あり方になっていると思うんですね。暮らしも経済も財政も壊すというものになっていると思います。今からもでも大いに戦いを強めたいと思っています。はい、まあ、予算は今日も上がったとしても、集団的自衛権の問題とかですね、あるいはそれを担当している小松法制局長官の一連の言動の問題とか、それから NHK の、会長とか経営の問題の発言、まだこれまだまだ続く問題と思いますが、はいはい、この辺の追及のあり方っていいますか、これからどういうふうに、今後の国会という点で言いますとね、まず暮らしをめぐってはね、消費税の増税に反対する戦い、引き続く重要問題ですが、これの戦いと合わせてですね、法案的にはね、労働者派遣法の大改悪の法案が出ております。派遣をですね、一時的臨時的なものとに限定するというですね、建前すら全部投げ捨てて、全く、無期限無制限なものにしてしまうという大改悪の法案が出ております。これに反対して、まともな労働のルールを作る戦いが大事だと思っておりますし、それから介護保険の問題をめぐってですね、要支援者の介護外し、介護の認定された方の特別養護老人ホームからの追い出し、こういう、介護難民を増やしていく方向での大改革の法案もありますから、この労働と社会保障をめぐるですね、対決法案では大いに戦いを起こして悪法ストップということで頑張りたいと思っております。ただもう一つ今言われたですね、集団的自衛権の行使容認に向けた解釈改憲の動きですね、これをストップする。さらにですね、村山談話、河野談話見直しの動きのような、まあ、歴史改ざんの動きを許さないという戦いもね、大いに力を入れて進めていきたいと思っております。今日要請を受けましたが、秘密方法についてはなんとか野党が一致してですね、廃止の一点で、共同提案ができたということを追及したいと思っております。
NHK の人事の問題、これ私たちすでに態度表明しておりますが、文見会長、そして2人の経緯、罷免、辞任、これ要求するという立場で引き続き追及していきます。小松長官の問題はね、私はまあ一言で言って憲法の番人たる内閣法制局長官の職責を自覚しているとは言えない発言をされていると。ですからそういう点では資質を欠く人事だと考えています。この問題も、集団的自衛権の行使容認に向けたね、解釈関係を許さない戦いの中で位置づけて取り組んでいきたいと思っております。まあ、これからも非常に大事な課題が山積ですが、力を尽くして頑張りたいと思っています。